北国新聞ニュースをお伝えします北陸新幹線の金沢鶴賀館など整備新幹線の建設費について国土交通省が石川県や福井県の実質的な負担を年間で数億円程度に抑えられないか検討していることが昨日分かりました整備新幹線の建設費は JR が国に支払う線路の使用料を当てた上で 残りを国と沿線の自治体が2対1の割合で負担する仕組みになっています国土交通省は金沢鶴賀館など整備新幹線を建設するため必要ながら財源のめどがついていない3,400億円のうち2,000億円程度を JR からの使用料で賄う方針を固めました残るおよそ1,000億円は 物価の上昇ななどやむをを得ない増加分でで公費を中心に年出すする方向です国交省は自治体に多額の財政負担を求めることは避けたい考えで国からの交付税措置を除く実質的な地方負担は石川県や福井県について年間で数億円程度にとどめることを検討しています。 谷本正則知事は石川県内で新型コロナウイルスに感染した人の数が増加傾向にあるとして、昨日県民に対策を徹底するよう促しました。谷本知事は昨日の県議会終了後記者団の取材に応じ、新型コロナの感染が拡大している地域との往来を慎重に判断することや。 県外から訪れる人を受け入れる際にも対策を徹底するよう呼びかけましたまた県内では重症の入院患者が先月10日以降1ヶ月出ていませんが谷本知事は重症化しやすい高齢者に対して慎重な行動を求めましたこのほか谷本知事は1週間あたりの検査件数を 4月と比べて2倍から3倍に拡充したことが、新型コロナの早期の発見と治療につながっていると強調しました。全国的に豪雨による水害が多発していることを受け、石川県は河川の監視カメラを来年5月末までに44台増やすことにしました。これは、 昨日開かれた県議会の一般質問に対して県側が答えたものです新たな監視カメラは県内43の河川に合わせて44台が来年5月末までに順次設置され梅雨などに備えます県内ではこれまでに手取り川や架け橋川など水位を周知する河川や重要水防箇所 それに、周辺に住宅が連なるところなど、合わせて78の河川、119箇所に監視カメラが設置されています。石川県は、河川の水位がわかるよう、監視カメラの画像をインターネットや金沢ケーブルが075チャンネルで放送している防災チャンネルで公開しています。 北国新聞政経懇話会の12月例会が昨日金沢市内で開かれ落語家の三遊亭円楽さんが笑顔の日本語ユーモアコミュニケーションと題して講演しました講演で円楽さんは日本人の自殺者が年間で満タンに上ることに触れ理由の一つに 人付き合いがなくなりこの時代になったことを挙げましたその上で日本語には豊かな表現があるお釈迦様は人を見て法を解けと言われた相手によって表現を変えるそれが言葉のキャッチボールだと述べましたそして考えをぶつけ合うドッジボールではなく言葉のキャッチボールをすれば人間関係が円滑になると 話し家ならではのコミュニケーション術を説きました公園の締めくくりに円楽さんは言葉は心地よい風を吹かせ風通しをよくしてくれると語り笑顔と言葉を使ったコミュニケーションを進めました最末恒例のチャリティー美術展が昨日から金沢市内で始まり全員で寄せられた地元作家の作品が並んでいます 高林坊台話の会場には日本画洋画彫刻工芸書写真の6つの部門で合わせて点の作品が寄せられました。これらの作品は文化勲章受賞者や日本芸術院会員人間国宝をはじめ美術工芸王国を担う地元作家が手がけたものです。作品は入札方式で販売され、 収益の一部が社会福祉事業に役立てられます。西末美術展は高林坊大和八階ホールで今月十七日まで開かれ、最終日の午後六時まで入札を受け付けています。金沢市の大道を市場で昨日消防による防火パトロールが行われました。このパトロールは 今月15日から大晦日までの最末特別火災予防警戒を前に実施され、駅西消防署の署員や消防団員15人が、市場内にある41の店で、消火器の設置場所や使用期限を確認したり、避難ルートを点検したりしました。また、新型コロナの飛沫感染を防ぐシートを設置している店に対して、 燃えにくい素材を使うように呼びかけたほかアルコール消毒液には火の気に近づけないよう指導しました。